ああ、じゃあ2人が揃ったところでですね、ちょっとこの VTR 見てほしいんですけど、いいですか？はい、この2人が。と入った時に何笑い、キャーで笑って、どのタイミングが、どのタイミングか見てくださいね。このタイミングなんです。いいとかね。びっくりしたん。ね、これリピートしすぎですよ。これリピートしすぎですよ。びっくりしたん。これ何に受けたんですか。いや雰囲気すごいなっていうのと、うん、やっぱりお客さんの反応全然違うなって思いました。ああ、それを見てすごいなっていう笑いなんだ。そう、多分すごいな。どこかで笑いのツボがあったわけではなくて。そう、そういう感じです。はい、ありがとうございます。それだけやっぱり暑苦しかったと思います。そうですね。まだまだですけどね。もっとその中で、はい、もっと暑苦しくいきますか。はい、でも一緒にの大会出て近くで見てどうでした。やっぱり表現力すごいなって思いましたし、うん、ステップもすごい華麗に踏んでて、しかも正確で、うん、やっぱり僕真似したいところがすごいあるので、ええ、もっともっと上手くなりたいなって思いましたね。逆にどうでした。いや、でも僕が15歳の時を考えると、うん、まあ、こんなに喋れないし、本番でね、ね、うん、4回転で決めてないし、うん、そのね、すごく落ち着いて試合をやってたので、うん、すごいなと。これからどん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 ね、やっぱり経験たくさん積んでいくから、本当に全然トップをね目指せるって、なんか僕が言うのもおかしいですけど、ね、僕15歳を考えると本当にすごい出来上がってるというか、うん、まだまだ伸びるところありますけど、うん、本当に素晴らしい演技をこんな大観衆ですか、うん、の前でできるっていうのはすごいなと思いますね。ですね。そう思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、豊かな部屋ですからね。この4回転、本当にこの4回転は、ね、高さもあって、流れもあってよかったですね。余裕ですもんね。